皆さんこんばんは。また寝落ちしました。昨日もね、最後の雪かきっていうかね、日陰のところの雪をね、全部取ったんですよ。あんまりね、いつまでもこう雪があるのみっともないんでね。で、夜っていうか、店を閉めて、で缶ビール、ドライ、プレミアムとかっていう、なんか贅沢なコクとキレっていうやつね、これをなんか一口飲んだだけで寝ちゃいました、ここで。で、さっき目が覚めたんですけど、2時22分に目が覚めまして、室温 9.9 度ってこれ着てなかったんですよね。これも被ってなくてね、凍え死ぬかと思いましたね、本当ね。晩飯も食い損にしちゃいましたよね。でね、で、寝起きとともに YouTube 撮ってますよね。あとこのぬるいビール、これがうまいんですよね。でもね、今私の胃の中はどうなってるかっていうと、めちゃめちゃお腹空いてて、空腹にこのビール飲んだらね、めちゃめちゃなんかね、もうこう刺すような痛みが、これがでもまたね、癖になるんですよね。そのうち死にますね。凍死しますよね。ね、孤独な老人が一人凍死、ね、猫を温めるも、猫が温めてくれたにもかかわらず手遅れでしたみたいな。ねえ、でまあね、そういうわけにいかないですね。こいつらの面倒見なきゃいけない。ですね、でね、ふと思ったんですけどね、唐突に、そう、朝練やるじゃないですか。でもうな、皆さんも朝日とかもう飽きてるかもしれないですけど、すいません、もうさあせん。まあね、でも毎日違うんですよね、朝日って。同じじゃないんですよ。で、まあ、それをね、取るんですけど、それ以外にこの語るシリーズね。で毎日2本動画上げれるかな。ね、お仕事もしなきゃいけないしね。食べていかなきゃいけないし。まあ、この寝起きのビールが美味しいんですよ。寝起きのビール。あ、そう、室温といえばこれ、秋藤さん。最近元気なんですかね、秋さんお元気ですか。このね、これ買ったのに、これ500円、100均で500円だったかな。それがワゴンセールで280円とかで、ね、売ってたんですけどね。もう電波時計と温度計が一緒になってるやつ。それでね、私のね、この時計、ね、普段いつもしてる時計なんですけど、この時計ね、これホイヤーっていうね、でスポーツエレガンス、まあ、知ってる人は知ってるんで、私と同世代の人は結構ね、この時計ご存知だと思う。ホイヤーのスポーツエレガンスのね、セナモデルって言うんですね。セナのクロノグラフのコンビ、この時は私大好きなんですけどね。でもこれクォーツなんですよね、機械式じゃなくて。昨日泊まりました、電池交換に出そうと。でね、こういったダイバーズウォッチをね、お持ちの皆さん、電池交換はね、その辺の時計屋さんとかね、ディスカウントショップとかでやっちゃダメですよ。必ず防水試験というのをね、やらないといけないんですよね。で、防水試験をやらないと、このね、これは何気圧かな、300気圧か200気圧、300気圧かな、あ、200気圧ですね。まあ、20メーター防水って俗に言うんですけど、実際20メーター潜ってね、動き回ると水入っちゃいますよ。必ず、これをタグホイヤーに出してください、電話して。でも1万いくら取られると思うんですよね。それでなんかあそこ直せ、ここ直せって見積もりが来ますけど、なんでかっていうと、今タグホイヤーっていうのはルイ・ヴィトンね、LV モエシモエシャンドンなんとかグループに入っちゃったんでね、モエとかね、財閥というか、そういうところに入っちゃったんで高いんですけどね。でも絶対にダイバーズウォッチは、ちゃんとしたところにね、出してください。きちんとした時計屋さんか、できればね、タグホイヤーでしたら、タグホイヤーにサービスがありますから、必ずそこに出して、
そうするとね、あの電池だけじゃなくてパッキンもね変えなきゃいけないね。ダイバーズウォッチの場合はそれできちんとした防水試験をして、そしてまたね、電池がなくなるまで2年間か3年間か使えるという、そういう使い方になります。ダイバーズウォッチはね、まあ、そういうわけでした。今朝はね、今朝じゃねえや、でも今朝なんで今2時40分、このまままた朝練行くんですかね。ここでもう一寝入りしてね、あの朝練行くんでしょうか。むっちゃうまいですね、あの寝起きのぬるいビール。というわけで今宵もハーマーを語りました。それでは皆さん、チャオ。お腹すいた。